農業を始めてからですね、はい、もう50年代になります、はいはいはい、昔はあの山が田んぼでも桑で耕して米作っておりました、はい、少しでも食料増産のために頑張ってきたわけですが、今の時代はもう米作らんでも生活できるような年金生活者がいっぱいおりますそういうことで若い者も今家におりません。鶴神のこの法人で、まあ、早川という人物がここの地に来てもらった、ありがたかと思います。よその他県で勉強してきて、その勉強したことを鶴神で生かしてもらえる。52で帰ってきました。水野というところに勤めてまして、その生産とか企画とか販売とかほぼこう経験させてもらったんでですね、それがやっぱ大きかですね。法人の中のそういう、まあ、言ってみれば販売であるとか商品企画、私がだけ経験したことでしたよね。それでやってるだけであって、逆に栽培とかそのものの作りはもう代表とか副代表とかですから、それが一つのチームでですね。鶴が飛んできよったで、鶴が飛んできて、はい、町に土壌がおります。土壌とかいろいろ土壌ついばいに来よった。鶴が食うて、鶴が鶴がにはまず水がきれいなこと、全く上流にお水がないちゅうこと、樽が容器おります。私どもが小さい頃から鶴神の米うまかもんなっていうことを言われてました。大まかなところは、まあ一次産品とあの米、アスパラ、ニンニク、それとあとサービス産業、まあ、それが大きな柱になっていくかなって今のところですね。ここに一面菜の花を置いてたんですよ。でそれをすき込んで米を作るようにしてます。これを設置した当時、その新幹線の高架があるんですけど、ここから一面全部菜の花だったんです。もうそれは見事な菜の花だったん でそこから菜の花村っていうぐらいのところ。もともとの目的は先祖が作った農地を荒らすまいという、それが目的だったんですよ。でもやっぱりこれが社会になっていきますと、だん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 後輩地ができて出てくる。もう今で法人がなかったならば、おそらくもうその1割もその農地の保全はできるんだったと思います。今あのここに保育園の園児が60名余りおったですけど、全員安寮です。保育園のバスでここに、連れてくる。しないから、園児は福井の方々は鶴神の保育園にやりたいというのが旅体験、収穫体験、それともやっぱり一緒に保育園児も交わってやっちゅうことをしております。昼間人口の年齢っていうのはここの保育園が60人いますから、ガクンと下がってくるはずつるばみ、子どもの声が聞こえる、子どもの姿が見えるということでですね、世間一般で言われているのは限界集落 その何て言う寂しさというんですか、それはないですね。つるばみ前のブランド化は着実にですね浸透してます。道の駅坂本、そこに置いてるんですけど、私たちがやったのは、自分たちの作った作物は自分たちで売ろうと。 JA に下ろせば1万3000円から1万5000円なんですけども、私たちの一票の平均単価が1万8600円から今年はまた1万9000円って言うんですけども、やっぱりあのそれだけ違うんですからですね。今は県とか市とかの指導の下で有機質、国産の有機米、有機肥料をあの県と市の指導の下で使っております。一昨年は全滅じゃなかったですけど、ほぼ半収量が半分だったですね。でそれの原因というのはもう運化、令和2年3枚はですね、あの新しいその箱材を購入したんですね。でそのおかげで運化被害はあまりありません。今年がですね、だいたい16兆ぐらいいってます。20兆はあの射程距離に入ったかなって今思ってます。市の方の職域販売もしましたし、介護施設が1軒がありまして、もう一つが弁当屋さん、小学校中学校の給食材、そういうようにやって、あと一番大きいのはやはり一般客が口コミで買っていただく、これがこの2年目ぐらいからそういうことが手応えが感じて、今年はもう相当早いです。お米でお客さんを作れば、そこにそのニンニクの加工品であったり、米で作ったお客さん販売網に他の
私たちが作った商品も載せられると、そういうようなことが徐々に画を出ているかなと思います。で、ニンニクうちは収穫してやるんですけれども、近くにあるワイワイ虹の村で、そこにですね、ニンニクを割ったりとか、あるいは漬物用として皮むいたりとか、彼らが戦力になるんでですね、法人としては戦略作物に位置づけてましてですね、結局生で売れる、黒ニンニク加工して売れる、漬物にして売れる、また良ければ種でも売れると、いろんな使い方ができるんで、今後は作付けも増やす、で虹の村と連携しながら彼らに作業を頼む。アスパラガスは、一昨年からの収穫を始めて、今年が、大体500万ぐらいの売り上げになりますんで、まあ、これも順調に伸びていってます。一つに限らず、いろんなところの販路も、利益を取れる販路と量をさばける販路、量と利益と両方今うまい具合に回っていかなっていうところですね。農業の一つの大きな問題と思うんです。私が、普通の会社員からここに入ってきて一番感じたことは、自分たちで売り切らない、自分が作った作物の販売を他の組織に任せている、でだから自分たちが値段をつけられない。売上は順調に伸びてましてですね、去年度で約1200万、今年は多分1400万いくと思うんです。最悪3年後には2000万いくと思うんですよ。2000万近くになると、今正規雇用者が1人なんですけども、もう1人雇える利益が出てくるんで、長寿被害の問題、結局こういう前の田んぼはいいんですけれども、山付きの底になっている田んぼがですね、どんなにしてもやっぱり生えてきます。で、電柵を張るためには、電気を通すために草刈りをしなくちゃいけない、とても手間がかかるんですね。苦労して作った同じ米が高く売れるかというと高くは売れない。そういう効率の悪い、採算の悪いところはやはりある程度捨てていかないと、法人自体の経営にですね、やっぱり影響してくるんで、そこは取捨選択をしていくと思います。そういうところの一つの解決法としてですね、県の方からエミューの飼育はどうですかということで、お話がありまして、あと10ヶ月ばかりすれば卵もつぐらい、日本エコシステムというところから4羽を借りて、今それを6週間の計画で試験飼育をしている最中です。1メーター20そこらですか今。野菜、トウモロコシとか野菜とか。山付きの補助の解決策の候補にはなっています。保育園がずっと回って、あの大きな鶏は何ちゅう鶏を取るんだろうかってことを言うとですよね、エミと友達になってます基本的にはその食用と、あと油を取るっていう、脂肪から油を取ればですね、化粧品なんらしかですよ2年間育てて、育てたエミューを仕入れたところに販売する。自分で販売も作るという、自分で作った商品は自分たちで売る、その力がない限りは法人の経営、継続経営っていうのが多分無理だなと感じています。お尋ねになって来られたら、もう全部公開します。うちの財務諸表、あれも全部公開します。まあ、うちがモデル地区である以上、その責任は果たさなかった。去年24、5 のところから視察においでになったんですよ。でもどこも中産館で、結果的に他力本願的に作ればどげんかなるとじゃなかろうかと、具体的な自分たち方向性は乱さずに、決まってバイバイやれば何か答えできやせんかという、そういう単純な考えで女とこがおかしいような気がしました。信念を持ってやっぱりいろんなものを勉強して、どうしたらこれを一段ランク上に上げていくかというと、お互い知恵を絞っていく以外ないと思います。